現代医学の未来を変えるとも言われている再生医療。その夢のような技術の実現を図るべく日々研究されているものが幹細胞です。幹細胞とは細胞を生み出す元となる細胞のこと。その中でも様々な組織を生み出すことができるものを多能性幹細胞といい、代表的なものでは iPS 細胞と ES 細胞の2つがあります。そして第3の多能性幹細胞として研究が進められているものが骨髄寛容系幹細胞です。 ES 細胞は受精卵から、 iPS 細胞は皮膚細胞などから体外で人工的に作られるのに対し、骨髄寛容系幹細胞は体内の骨髄に存在しています。この骨髄寛容系幹細胞は体に大きな損傷が起こり、損傷シグナルが出ると血流を通じて損傷部位に動員され、その組織に応じた修復を可能にします。 iPS 細胞や ES 細胞を用いた再生医療は、体外で培養した細胞を体内に戻すというプロセスを経るため、現在安全性の研究が進められている段階です。一方、骨髄寛容系幹細胞を利用した再生医療は、本来体内に備わっている機能を利用するため、実用面に優れた治療が実現できると考えられ、再生医療や美容の分野でも注目されています。この骨髄寛容系幹細胞は大阪大学の研究により、皮膚の再生にも関与していることが明らかになりました。さらに損傷シグナルと同じ効果を持つ骨髄寛容系幹細胞を皮膚へ動員することのできる活性物質も見出しました。肌の生まれ変わりを担う真皮幹細胞と表皮幹細胞というものがあり、これらは年齢とともに機能低下や数の減少が起きてしまいます。そこで骨髄寛容系幹細胞を皮膚に動員すると、それぞれの皮膚幹細胞へと変化し、皮膚全体の修復や再生に影響を与えることが分かったのです。骨髄寛容系幹細胞の研究は医療だけにとどまらず、アンチエイジング、毛髪再生など様々な可能性を秘めています。